前半と後半に分けましてですね、まあ、とあるマジック YouTuber、まあ、タレントシティ YouTuber が、まあ、解説してあったマジックをその解説していくというちょっとしたコーナーをやらさせていただきたいと思います。で、まあ、一応私のね、チャンネルの中では一応解説の方をやらさせていただいてはいるんですけども、まあ、他のね、マジシャンがちょっと解説するなんていうことはね、まあ、あんまりなかったので、まあ、どういうことをねやっていくのかってことなんですけども、まずですね、最初に、タイマジックさんっていうですね、まあ、あの僕と比べたらね、まあ、技術も、まあ、トークも、まあ、上の方なんですけども、まあ、どのマジシャンにも言えることですね、まあ、マジックやってる人はね基本ね、まあ、どのマジシャンも上手いですし、まあ、僕と比べたらね全然ねあれなんですね、技術も本当に違うんですけども、ただあの、まあ、同じね、本来マジックやってる人は、まあ、お互いこう敬意を払うっていうのがね、まあ、基本中の基本なんでね、はい、まあ、上手い人でも、まあ、下手なマジシャンであったとしても、まあ、敬意を払うっていうのはね、まあ、当然のね、まあ、人間にとってはね、誰しもそれが、まあ、普通というのって、まあ、あれなんですけどね、まあ、この話は置いときまして、タイマジックさんがやっていたマジックなんですけども、3回ですね、まあ、3回というか3枚あるカードというかカードを出して、まあ、その中になくて、なんか1枚カードの中でひっくり返ってたカードがなんか選んだ、あのお客さんが選んだカードだっていうのがあったんですよね。でこれに関してなんですけども、まあ、現象としては非常にこう面白くて、まあ、非常に見事でもあるねマジックなんじゃないかなと思いました。ただ、まあ、僕なりの、まあ、あれなんですけども、まあ、初心者向けなんですよね、やっぱりね、どうしてもね、まあ、大マジックさんの、まあ、あの基本的にこういいところっていうのは、まあ、初心者向けであるというところで、まあ、誰にでも行えるマジックというのが、まあ、あるんですね。ということで、このダイマジックさんのマジックを、まあ、さらにこうアレンジして中級者や上級者向けにしてみたという動画でね、今回お届けさせていただければなと思います。で今回はちょっとおもむろになんですけども、このね、箱を使うんですね。箱をね、まあ、あらかじめで空にしておいた方がいいかもしれないですよね。はい、箱には何も入ってません。でこれは後で使う、ですね、まあ、解説をしつつやっていくんですけども、このマジックにはパターン A とパターン B っていうのがあるんですね。どういうことなのかなんですけども、まあ、後々説明するんですけども、あのお客様に選んでもらったカードをまずトップにコントロールするっていうところがあるんですね。でここからね、まあ、いろいろちょっとね、まあ、派生が変わるんじゃないかっていうね、感じがいたしましたので、ね、ちょっとやっていきたいなと思います。ですね、まずお客様にカードを選んでもらうんですね。といっても、まずカードを混ぜてもらってですね、で、どうも、ダイマジックさんのこのマジックの中で、フォースを使うということでこうやってたわけですよね。ですね、まず、ボトムのカードですね、ボトムのカードをこうね、まあ、覚えてもらうというか、まあ、何でもいいんですけども、まあ、とりあえずこれハートのミクシーですね。まあ、これを、まあ、中あたりに持ってきたりしましてね、このままね、はい、ストップって言ってもらいましたっていうことでね、じゃあこのカード見て覚えてくださいねっていうことで、これでハートに引かせる、まあ、これね、ドリブルフォースなんですけども、まあ、これよく僕が使う、まあ、フォースですね。で、まあ、あの一応その他になんですけども、こんな感じで持ってきてね、クラシックフォースですね、これ同じ人間性ですね。で一応このマジックはフォースを使うというところで、まあ、やってたんですね。まあ、その他に、こんな感じでやっていって、まあ、この3回目のカードを使うつってこのハートの意味が、ね、出させるというものがあるんですけども、まあ、これボトムにあるカードじゃできないんですけども、フォースを使うというところでしたね。でこのマジックなんですけども、フォースが使わなくてもできます。はい、どういうことかということなんですけども、まずピークという技法を皆さんご存知でしょうか。まずピークなんですけども、これはね、同じく YouTuber なんですけども、マジシャン系 YouTuber の中で、
まあ、あの同じようにこう同じっていうかですね、解説してたんですけども、こんな感じでパタパタこう落としていく、まあ、いわゆるドリブルなんですけども、この時なんですけども、この親指ですね、この親指がポイントになりまして、こんな感じね、弾いていくんですね。こんな感じね、弾くっていうかこう落としていく際に、この親指のですね、右の親指をこうちょっと力を入れてあげると、そうするとこっち側ですね、こっち側のインデックス側が、なんと見えてしまうということなんですね。でこれで、まあ、ストップと言ってもらったんですけども、まあ、あの演者側はこちらのハートルジャックのこの部分が見えてるということになりますよね。なんで一瞬見えてるので、まあ、このままお客さんに見せてもらって、これハートの11ジャックっていうのは分かってますから、これをハートのジャックこのまま戻します。でこのままね、適当にカットするのに、まあ、お客様に分けてもらってもらっても、まあ、構いませんと、なぜならね、もうすでにハートのジャックっていうことはすでに分かってますんで、でこっからハートの11を探していきます。はい、でハートの11をこうね、探していくと、1枚引き抜いてますね、はい、これは関係ないからで、ハートの11ありましたね。でそれに行く途中にジャックがいくつかあったりもしました。でこれをトップコントロールするという話だったんですけども、これを上級者向けにこうやるとしたら、あのこのハートのジャックの上にこう、ね、ブレイクを取りまして、このままね、あのこれはね、あのなんかね、ターンオーバーを動かすっていうやつなんですけども、これでトップに持ってくるという方法もありますね。またその他に、あの上級者向けとしてはハートのジャックが見つかりましたと。でこのターンオーバーパスっていうのはね、結構使い勝手がいいパスなんですけども、これをですね、このままこんな感じで引きずり下ろして、このままトップに持ってくる、これカルですね、カルも結構使えますんで、これおそらくカルを使った方が、まあ、個人的には良かったりします。はい、でまあ、とにかくトップに持ってくることができましたら、であとはですね、3枚の同じ、数字のカードをこう持ってくるわけですね。まあ、今回の場合は11なんで、これは最初は見せないようにこう裏向きでこう出してあげてください。はい、でこの3枚のカードをこう見せてあげるんですけど、3枚カードがあります。まあ、おそらくこの中にお客様の選んだカードがあるだろうということで、まず1枚入れていくと、スペードの11。これではないですね、マークは同じ、数字は同じなんですけども、色が違う、マークが違う、これはスペードだ、今度はダイヤが出てきた、これも違う、そして最後はクローバーだ、数字は合ってますね、数字というか11ジャックというところは合ってるんですけども、ただマークが違うと、この中にないと、ハートのジャックがないと、まあ、お客様が選んだカードはここでハートの11だということが判明します。ということでここからですね、パターン A の解説をしていきます。パターン A と言いますのは、先ほど、まあ、これはダイモティクスさんの、まあ、やり方というかですね、まあ、解説の通りなんですけども、で、ブレイクを取ると、トップの下にこうブレイクを取ると、でこれブレイクを取ったのに親指でこうブレイクを移すという動作があるんですけど、これ二度手間ですよね。僕の場合なんですけども、最初からすでに親指でブレイクを取ります。はい、どういう、ね、方法なのかということなんですけども、ミドルグリップ、ミドルポジションっていうんですけども、これをね、取る際にまずディーリングポジションからこう持っていく際に、この親指のですね、この部分、付け根というかですね、この部分を使ってですね、こんな感じでピンキーカウントみたいな感じですね、まあ、カウントするような要領でこんな感じでもすでにブレイクを取ってます。はい、まあ、こんな感じですね、まあ、実際でもちょっと小さくても構わないんですけども、こんな感じでね、ブレイクを取りましたら、下から半分取りまして、これを上に重ねます。で、ブレイクの下をですね、すべてこんな感じでひっくり返します。そうするとハートの11だけが、まあ、裏返っているという、まあ、状態が作り出されるわけなんですけども、でもこれだと不自然なので、あとデックフリップでもいいですしね、デックフリップでもいいですけども、まあ、単純にこれでもね、いいと思うんで、とりあえずこんな感じにすることができましたら、一回指鳴らしてあげるっていう動作が、まあ、あるんですけども、まあ、この中に1枚ひっくり返ってますよね。で、これをさりげなく行っておくと、でちょっと順番がごちゃごちゃになってしまったんですけども、ひっくり返している状態で、11、まあ、ジャックはありましたけど、お客様が選んだカードが含まれていないと。でここでね、なんとお客様が選んだカードだけが含まれていない、これでどうですかというね、
こんな感じでこう見せるわけですよね。これなんとなくね、マジックバーとかね、まあ、居酒屋なんかでこうマジックを披露する際にはこのね、まあ、セリフ回しっていうのは結構通じるものがあるんじゃないかなと思うんですけどね。でここでね、微妙なクッキーが流れるわけですね。まあ選んだカードがこの中に入ってないわけですからね、まあ、このマジックは失敗なんだというのをねお客様にこうね見せるわけですね。失敗ではないんですね。はい。で、まあ、選んだカードを出してほしいとね、言われましたら、まあ、明日出しますとか、来週出しますよとかって言っとけばね、ちょっとね、笑いを誘えるんじゃないかなと思いますね。まあ、これなんとなくね、マジックバーのような感じがしますね。でも、どうしてもね、出してほしいって言った時には、こう指をね、一回鳴らしてあげて、こんな感じでね、一枚こう、ひっくり返ってるんだっていうことを見せてあげればいいんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、はい。で、次になんですけども、パターンビーを解説していきます。で、これ3枚、こう出しますよね。これ3枚出して、1枚これトップにある状態からこれこうやっていくんですね。やっていくんですけども、トップにある状態で何か気づくことはありませんかね。箱ですね。これ何を示しているのかということなんですけども、そう、インザボックス、アンダーザボックスにつなげることができるというね。そういったことがあるんですね。今現在 D リーグポジションに来てるんですけども、こんな感じでですね、何気にこうね、こうカードを 見せるというかですね、こう持ってる際に、まあ、右手にこう渡してですね、あのワンハンドトップパームを行うんですね。こんな感じですね。はい。まあ、ちょっと解説やってるんでね、ちょっと緩めにやってるんですけども、このねワンハンドトップパームでですね、まあ、これちょっとね左にボックスがあったんでちょっとやりづらいんですけども、はい、やりづらいんですけども、こんな感じで、ね、箱をこの辺り右に置いといてですね、これをそのままこう忍ばせるんですね。こんな感じでね置いとくですね。箱をこう、あのインザボックスとかアンダーザボックスの特徴としては、こんな感じで箱をねこう常にチップっていうのが、ね、まあ、あります。はい。これマジックにとって必要なことなんですけども、これは動きのミスディレクションです。何回かねこう箱をねこうやってね移動させたりとかしてね、やっとけば、まあ、バレないというのがあるんですけども、このまま下に、ね、忍ばせておくと。でそうすると選んだカードはなぜかここに来てるというのもね、後で見せることができると。これアンダーザボックスなんですけども、でインザボックスの場合も一緒ですね。あのワンハンドトップパームができましたら、こんな感じでカードをこう取り上げます。で、ちょっとこれ向きがおかしいんですけども、まあ、向きこっちの方がいいですね。でこんな感じで持っていくことができたら、こんな感じでカードを開けます。でカードを開けたら、こんな感じで引っ張ってくる動作で、ね、この中にカードが入ってたりのを見せることができますね。こうトップにあのワンハードトップパームして、このまま箱ごと取り、ね、取ります。でそしてこれずれないように保持しつつ、このまま、左手に渡してあります。こんな感じでね、で箱を開けて、こうですね、こう引っ張る動作の中でこんな感じでこう出してあげると、これでね錯覚が起きますね。中から出てきたことが見えるというのがあります。これがインザボックスですね。まあ、これにつなげることができると。で、まあ、同じ動作でですね、ワンハードトップパームしているので、ポケットからできたプットザポケット、これもできますね。なんでこれはね、上級者向けというかですね、まあ、もうちょっとねマジックをね、やってる方にとってはね、まあ、こういったマジックもね中にはいいんじゃないかなと思います。この辺はね結構ね上級者向けというかですね、まあ、そういった、まあ、向けのこうマジックとなりますので、まあ、初心者にはちょっとね扱いづらいのかもしれませんけどね。まあ、ただこういったマジックというのも、まあ、一度はこうやってみるとね、まあ、受けはいいんじゃないかなと思います。で、インザポケット、アンダーザボックス、プッツザポケットに関しましては、これパターン B ということでこうさせていただければと思います。まあね、パターン A に関しましては、これは本当に初心者向けなんですね。で、パターン B に関しましてはなんですけども、これは本当に上級者向けということになります。なので初心者向けではないですね。ただこういったね、マジックはね非常にこう受けがいいんで、まあ、マジックバーとかね、というところでこうやってみるっていうのはね非常にこういいんじゃないかなと思います。はい。ということで、まあ、今回の補足解説なんですけども、まず一つはね、まあ、別に、フォースする必要はないと、まあ、ピークを使えば、まあ、フォースみたくちょっと、ね、マジックができますよということなんですね。まあ、ピークに関しましてはね詳しく私のチャンネルでも解説してはいないんですけども、ボトムをね、こんな感じで、ポッピークする際にはこんな感じでカードをこう回してあげる動作の中でこう、ね、チラッと見ておくということと、
んな感じでね、取ってもらった時にこんな感じでね、カードをこんな感じでステップ作るんですね。ステップ作って、こんな感じでカードを回す時にこのね、箱を見てしまうという講義法があるんですけども、まあ、これはね、また後ほど解説させていただくことにしたいと思います。ということで、まあ、ピークを使えばね、まあ、フォース見たらできますよということがあります。ただフォースはね、まあ、言うて簡単なんですけども、まあ、初心者にできるね、まあ、あれですよね、こんな感じでね、境目から出てくるっていうね、こうフォースの仕方があるんですけども、まあ、こういう、まあ、フォース以外にもね、まあ、マジックというか、概要が効くんで、まあ、まあ、その辺はね、皆さんの、まあ、起業したいということでね、させていただきたいと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。生ちょこ付き合っていただき、ありがとうございます。次回の動画、今度はですね、ポンチさんというですね、チャンネル登録者数が、まもなく30万人ですね、この時点でね。で、まあ、おそらくこれ皆さんが動画を見てる頃にはすでに40万近くいってるんじゃないかなと思いますのでね。まあ、全然ね、到底及ばない域なんですけども、まあ、そのポンチさんが解説していた動画の補足解説で、させていただきますので、ぜひ、まあ、見ていただけるのであればぜひまた見に来てください。このチャンネルはですね、まあ、皆さんのですね、まあ、アンケートというかですね、まあ、コメントを大募集しております。またね、このチャンネルがね、いいなと思っていただけた方はぜひチャンネル登録や高評価のボタンを忘れずに、行っていてください。で、まあ、こんな感じでですね、種明かし系 YouTuber、 マジック系 YouTuber が種明かしなものをこうやって放送と解説するというのをね、今後こうやっていくっていうのも、まあ、ありなんじゃないかなと思います。まあ、そういった、ね、ことに関しましてはぜひコメント欄にね、また打っていただければなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。